渡辺和,和は、日本のテレビプロデューサー。元毎日放送プロデューサーで、ラジオ局次長、スポーツ局長、役員待遇テレビ制作部長、同社特別顧問を歴任した。ラジオ番組、MBS ヤングタウン初代プロデューサー。兵庫県出身。1959年に、大阪学芸大学音楽科を卒業し、1960年に、MBS 入社。 1967年より、ヤンタンのプロデューサーを20年にわたり務め、パーソナリティからは、大鍋さんの愛称で親しまれた。ヤンタンの他にも、数々のラジオテレビ番組の制作に関わったほか、サントリー1万人の第9など音楽ライブイベントの制作、プロデュースにも関わった。1987年より、テレビ制作部長を務め、その後は1995年より、 ラジオ局次長、スポーツ局長を経て、役員待遇テレビ制作部長を歴任した。1997年6月に定年退職後は2002年6月まで MBS の特別顧問を務め、その後は音楽プロデューサーとして活動していた。2005年には、ヤンタンについての回顧録、ヤンタンの時代を発表した。2010年10月11日に、肺がんのため死去。 26日に MBS より明らかにされた。75歳を打つ。2010年12月6日、大阪、シアター・ブラバにて、忍ぶ会が開かれ、桂三ラ・や谷村新嗣などといった、ヤンタン歴代パーソナリティらが集まり、個人を忍んだ。ありがとうございます。